作りもしようかなと思いまして、お弁当作ったから見てほしい。明日のお弁当作りました。おやすみなさい。もう今日はめちゃくちゃいい天気で、雲一つない晴れなのすごく楽しみです。大自然、人がいなくていいね。じゃあここでちょっとできたお弁当でも食べて休憩したいと思いまーす。なんかいい感じの皿みたいな岩も見つけました。外で食べると家で食べるよりも美味しく感じるよね。ということで出口焼きでした。またねー。ということで、なんかね、こうちょっと時間が余ったから、もう少しだけ奥に行ってみようと思って奥に来て、道の駅まで行って、そっからの帰り道なんだけど、いい道を見つけたよ。誰も走ってないんだけど、もう結構冷えてきた。もう本当にね、行きの時もそうだったけど、この道誰もいないんだよね。たまにそのなんか車用車みたいな軽トラみたいなのが来るくらいで、なんか本当に誰もいない。新たな道を発見いたしました。みんなはどういう道が好きですか？私はね、海辺走るのも山道走るのも街中走るのも好きだけど、なんかあえて順位付けするなら、1番は山、2番は海、3番は街中とかかな。あ、サーキット忘れてた。で、そうなると1、山、2、サーキット、3、海、4に街中かな。これね、街中つまんなくねって思う人いるかもしれないけど、楽しいんだよ。街中は街中で、あのね、夜の首都高とか走ると景色もいいし、あとね、首都高なんだけど夜は空いてて楽しいよ。割と自由に走れるよ。おすすめ。で、私なんかさ、カッペだからさ、なんか東京タワーとかスカイツリーとか見えちゃうとめちゃめちゃテンション上がる。やっぱこういうさ、カーブってさ、なんか上り坂の方が楽しいよね。デュークだから楽しいのかな。なんか下り坂ってね、なんかうまく曲がれてる感じがしないんだよね。まあうまく曲がれてないんだろうけど、なんか上りの方がなんかうまくなった感じがする。まあ、かといってぶっ飛ばすのにはダメですよ。ぶっ飛ばしちゃいけないですよ。でもなんか元ブログてと、なんかブ元ブログを撮る的には、街中の運転ってめっちゃいいんだよ。で、なぜかっていうと、私喋りながら運転が苦手なんですよね。だから、あの街中ってさ、信号待ちとかさ、いろいろ多いじゃん。だからそういう時にわんさかわんさか喋れるから安全だし楽。でもこういうバインディングはそっちに集中しちゃうんだよね。おお、すげえすげえカーブすげえカーブすげえカーブ。いいね。
とね、マジで気をつけないと本当にこういう路面デコボコしてるし、若干ね湿ってる部分があるから、本当にねこれが彼女の最後の姿であったみたいな元ブログになっちゃうから、マジでこの動画をみんなが見てる頃には私はもうこの世にはいないということになりますね、みたいな感じになっちゃうから、本当に知らないように気をつけないと。なんかフラグみたいでやだな、なんかフラグ回収来たこれってなりそうでやだな。梅雨の季節になってバイクにまた乗れなくなっちゃってね、それが終わったかと思えば、もう灼熱のね時期になって、暑くて熱中症になって乗れないわっていうことになっちゃうんで、今が楽しむ一番最適な時期、こうね電熱ヒーターをねつけてるから今めちゃめちゃ体あったかいよ。これはね以前数年前に動画でも紹介いたしました、タイチの電熱ジャケットでございます。道の駅着いてたら、道の駅に着いたらなんかドーナツみたいなの売ってて、それがすごい美味しそうで食べちゃった。めちゃめちゃ美味しかった。なんか食べたことない感じの味で、でもなんか普通のドーナツよりもなんか甘さが控えめだったから、なんか実質カロリーゼロだと思う。食べたことにはならないと思う。そのくらい甘さは控えめでくどくなくてすっきり食べれた。だから実質カロリーゼロだと。の花粉症の話にまた戻るけど、花粉症になるのが怖くて、あの今ヘルメットの中でマスクをつけている。その一定量、なんか致死量に至るまでのそのあれがにならないように、花粉症の症状は出てないけど、その致死量にならないようにマスクをつけて対策している。本当にねマジで体弱いからし、喘息持ちだし、アレルギーもあるし、気管支炎とかにもしょっちゅうちっちゃい頃なってたから、本当に花粉症にだけはなりたくない。すげえ広大な景色だよ。いいね、お月様も見えてる。